のぶ、スポーツ部門担当の中澤です。よろしくお願いします。お願いします。はい。まあ、ちょっと、先ほどお話ししてて、まあ、こう、運動量って活動量が下がると、やっぱりどうしても体型が気になってくるっていう悩みが非常に多くなってる。いや、僕の方にもそういう悩みが結構いただくんですけど、やっぱり、どうですかね。気になってるなって分かってて、なんかこう、取り組んでることとかあります？気をつけてることっていうの。一つ挙げるとしたら。あ、黒川さん。僕は今実家に疎開してるんですけど、はい、庭掃除やってます。土掘り返したりして、根っこを引っこ抜いたりとか、そういった庭掃除やって、まあ、汗かいたり、体全身使って運動みたいな感じで。なるほどですね。労働なので、それはやるようにしてるんですけど、少しでも活動量を上げてると。そうですね、それくらいしかできてないですね。 OK です、OK です。あとはどうですか？一時からのアベンジャーズスクールには必ず出席したいと思います。素晴らしいですね。それはい。同じです。そうですね。大体皆さんやっぱりどちらかというと運動、体を動かすっていう方にフォーカスがやっぱいきますよね。ただその一日食事カロリーと結局摂取カロリーと消費カロリーの話になるんですけど、やはりその摂取が多くなれば多くなるほど、しかも逆に言ったら消費するカロリーが今少なくなっちゃってるんで、これがこういう風になっていくとなかなか体型というか体って変わっていかないので、活動量を増やすっていうのは簡単なようでなかなか難しくて、逆に言って食事をコントロールするのが実は簡単というか、まあ、でも難しいっちゃ難しいんで、ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですけど、3食、まあ、食べるっていうのは、まあ、バランスいい食事では大事なんですが、食べ方とかが大事で、食べる量とか食べる質をコントロールすると結構なんていうんですかね、疲れちゃうというか続かないって形になるので、痩せる食べ方みたいなのがありまして、なので食事のまあ順番ですよね。例えばご飯があって、お味噌汁があって、何ですか、そのおかずが何品かあった時に何から食べていくかなって考えて、何か考えながら食べてるのか、もうそれでも自分が好きなものを取っていくっていう考えて立ってるかとか考えると、どうですかね皆さん。野菜とかは先に食べるようにします。おお、いいですね。なるほど。僕も同じですね。うんうん。で、その辺は結構皆さんも気を使ってやってるような。じゃあ、一回口に入れたものを何回ぐらい噛んでるかとかって考えたことあります？全然噛んでないと思います。そうですね。僕もランチでご飯食べに行った時とか、外で食べる時とか、周りの人たまに見てたりするんですけど、まあ、ランチ時ってやっぱ忙しいので、結構駆け込んで食べる人が多いんですよね。でなおかつ、まあ、タンパク質大事だなと思って、牛丼とか行くじゃないですか。あれって実はタンパク質の量、一杯だけで 20g もないんですよ。1回の食事量のタンパク質の3分の1も取れないっていう。ではそのカロリーだけが多くて、そのちゃんとした栄養素が取れてないっていう形になってしまうので、ちょっとまあ話変わってくるんですけど、まあ、そうやって食べるものもそうですし、食べる回数、ごめんなさい、噛む回数を増やしてあげると満腹中枢が刺激されるので、そんなに量を食べなくても体がだんだん欲しがらなくなるんですよね。お腹いっぱいになっちゃうんで、はい、なのでその方法としては一番いいのは箸を置くことです。箸を、なんですか？箸を置く。口に入れたら、皆さんこれ箸ずっと持ってるんですよね、大体。そうすると、食べることよりも口の中に運ぶことにポンポンポン行ってしまうので、そうすると、噛まないでもう次に運んじゃうんで、
その店舗みたいな形になって、なかなかよく噛んでくださいって言っても、そっちになかなかフォーカスがいかないので、一回口の中に入れたら箸を置くっていうことをやってあげるだけでも、結構噛む回数って増えるんですよ。はい。だからそういった意識で、食べるも好きなものを食べたいっていうのは非常にあると思うので、まず最初のファーストステップとしては、それで噛む回数を増やしてあげるっていうふうにやると、結局タンパク質だったり栄養素っていうのは体の中で消化されてって、まあ、アミノ酸になって細かくなってくるんですよ、どんどん。なので大きい状態で入れちゃうと消化までに時間がかかって、その間に体にすごい負担がかかっちゃうんですよね。余計なものが入ってきたと思って、それが脂肪に変わっちゃったりとかするので、とってもエネルギーにならなかったらあんまり意味ないですし、材料にならないと意味がないので、それで噛む回数をちょっと意識するだけでも、で噛むのも実は熱を生むので、代謝が上がるんですよ、運動になるんで、はい、なので食事も運動って捉えてあげると非常にいいのかなと思いますので、ちょっと実践してみてください。今日の話で、はい、トレーニングの方に移っていきますので、今から音声をミュートにしていただいて、ちょっとトレーニングの方をやっていきましょう。お願いします。お願いします。お願いします。お座り。ではストレッチからいきましょう。はい、右足を前に出していただいて、前に返します。でこのまま上に上げていって、ぐーっと反っていきます。まずこちら5回いきましょう。背中を意識して、息吐きながら、3、4、5。はい、OK です。で、そのまま後ろに回して、背中で回すイメージですね。1、2、バランスを崩さないように、3、4、出していきましょう。はい、OK。では反対いきます。左足に変えて、で、上に上げていきます。ちょっと取っていきましょう。1、2、3、4、ラストです。5、OK。 では外に広げていきましょう。1、2、3、4、ラスト。はい、OK。次は右足にまた変えていただいて、両手を後ろについて、ももの後ろ、ふくらはぎ伸ばします。で、前に行って、左手ついて、右手を広げます。1、はい、後ろ、前、2、後ろ、前、3、後ろ、前、4、後ろ、前、5。はい、OK。で、左足いきましょう。同じように、左足前にして、後ろに手をつきましょう。で、右手ついて、左手を上げます。1、後ろ、前、2、後ろ、前、3、後ろ、前、4、出していきましょう。前、5、はい、OK。ではですね、次は、足、股関節周りをちょっと伸ばしていきましょう。この状態、腕立て伏せの姿勢をとって、足を前に一歩ずつ出します。右足から。そうですね。1、反対、2、3、4、5、6、1、
ラスト。はい、オッケー。ではちょっと最後全体動かしていきましょう。両手をついていただいて前に進んでいきます。1 1 1 1、できるところまで行ったら後ろに下がっていきます。1 1 1、はい、もう一度行きましょう。1 1 1、いったら前に進んでいきます。はい、 OK。 では水を飲みつつトレーニングの方に移っていきましょう。ではですね、今日は体幹周りから最初やっていきます。肘をついていただいて両足を少し膝を体から離します。股関節の真下よりもちょっと後ろ気味ですね。で足を開きましょう。この姿勢で足を上げます。そうです、お腹が下がらないように、背中が丸くならないように気をつけて、そのまま左足を伸ばしましょう。後ろに伸ばして、で、キープします。レディー、はい、アップ。上に上げるというよりは、後ろに伸ばします。お腹でキープ。呼吸を止めないように、鼻で吸って、力吐く。5、4、3、1、はい、OK。 戻して反対出していきますよ。レディー、はい、伸ばす、はい、キープ。いいですね。5 4 3、2、1、はい、OK、戻して、ナイスです。ただですね、そのまま足をちょっと後ろに下げた状態で、また足を上げます。で、今度は手をついていただきます。こうしてですね。で、手は少し肩の真下ぐらいにして、このような形を取ります。で、そのまま手を上げる。この時に体が横にずれないように、まっすぐのまま手を上げます。このままキープしますよ。では右手からいきましょう。レディー。はい、アップ。はい、キープして。お腹を使います。では耳と同じぐらいの高さがいいですね。皆さんそのぐらいでキープしましょう。呼吸を止めないように。5 4 3 2 1、はい、起こして反対いきますよ。レディー、はい、アップ、キープ、いいですね。 OK、 止めないように。5 4 3 2 1、はい、OK、 OK。 で、次は肘をついていただいて膝を一回伸ばします。で、この状態で一回上げます。手はペタッとつけていただいて後ろに体を引きます。ぐーっと後ろに引いて前に、これで一回後ろに行って前に、2、戻せ、3、背中を使います、4、5、お腹を使って、6、なるべく押し上げないように、7、まっすぐのまま、8、9、ラスト、はい、OK。
はい、大事です。背中と腕、上手回りを使うのですね。では次はバランスちょっと整えていきましょう。四つ前に戻っていただいて、このまま左手と右足を伸ばします。で、肘と後ろを出して、で、伸ばす。これ1回、はい、いきましょう。タッチ2回タッチ3 4 5 6 7、いいですね。8 9、はい、OK。 で、この反対いきましょう。逆ですね。右手と左足伸ばして、で、もう一度タッチ、はい、伸ばす。1 2、はい、しっかり伸ばして3、体が回らないように4 5、タッチして6、よいしょ、7 8 9、はい、 OK。 はい、いいですね。では次はですね、お腹の横とお尻周り、内転筋一緒に使っていきましょう。肘をついていただいて、横向きになります。で、このまま腕は脇の、まあ腰の横ですね。で、このまま体を、ここを使って上げます。下の腹筋を使いますよ。このままアップ、はい、キープします。呼吸して頭が下がらないように、あ、いい姿勢ですね、皆さん、素晴らしい。5 4 3 2 1、 OK。 では次は膝を曲げます。膝を曲げていただいて、で、お尻を今度使っていますよ。お尻とこっちを使っていきます。膝を曲げたらまず上げます。で、そのまま足伸ばしていただいて、上に上げる、はい、ダウン、1 2 3、お尻5 6 7、こっちは動かない、9、もうちょっと頑張りましょう。1 2 3 4、はい、 OK。 お尻とこの横の腹筋ですね、 OK です。じゃあ最後、内側も一緒に使っていきましょう。内側とこの横の腹筋ですね、できる範囲で構いません。いけるところまで頑張っていきましょう。で、下の足はちょっと曲げます。曲げた状態で上げます。こっちの位置が遠すぎると痛くなってしまうので、体の近くに持ってきてやってみましょう。レディー、はい、アップ、で、内側でキープして横の腹筋使います。呼吸止めないでしょ、頑張って上げて、5 4 3 2 1、 OK。オッケー、いいですね。今度逆向きましょう。反対向いて、今度は横の腹筋からいきますよ。まず肘しっかりつきましょう。はい、その状態で横に手を当ててアップ、顔をキープしますよ。鼻から息を吸って、鼻で吸って口から吐いて、5 4 3 2 1、 OK。 だいぶいいですね。では膝を曲げます。両膝曲げて、もうちょっと頑張りますよ。下の腹筋使いながらお尻行きましょう。レディー、はい、アップ、で、伸ばす、
はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、はい、OK! お済みですね。だいぶ疲れてきましたね。最後頑張りましょう。ももの内側とこの横の腹筋使いますよ。で、手が遠くにならないように肘の位置気をつけましょう。いきますよ、レディー。はい、まずアップ。はい、キープ。内側意識ですよ。内転筋とこの横使って。こっち使いますよ。5、4、3、2、1、はい、OK! OK、いいですね。素晴らしい。では次は腕回り、腕ですね。こちら、背中を使うトレーニングしましょう。では両足を曲げて肩幅に足を広げます。で手は、まあ、肩よりも前ではなくて、ちょっとだけ後ろにして、おへそを少しだけ上げます。ちょっと膝近づけて OK です。で、肘を曲げる。肘を曲げて、はい、伸ばす。1。肘を曲げて、伸ばす。2。小指側に体重を上げて、3。4。いいですね。5。しっかり肘を伸ばしきって、6、はい、7、頑張って、8、はい、9、ラスト、はい、伸ばして、OK! OK です。で、今度は今のをイメージしながら、足を伸ばして、体を上げる。肘でぐーっと腕で押さえながら三角形を作る感じですね。あ、コタさんいいですね。タマさんもやってみましょう。そうです。それでお腹もうちょっと上げて。はい、キープ。いきましょう。レディー、ゴー。背中でしっかり押して、お腹が下がってこないように。ゴー。4、3、2、1、OK! 意外と後ろをこうぐるっと押さえるのっていうのは腕の筋肉全体的に使えますので、これでちょっと引き締めですね。はい、OK! ではですね、ちょっと足回りも含めて、体幹一緒に使っていきましょう。スクワットなんですけども、万歳しながらやっていきます。この状態で肩幅に足を広げる、もしくは少し広めでも OK です。つま先を30度ほど外に向けて、頭の後ろで手を組みます。で、この角度、この角度のまま万歳。そうしましたら、そのまま下がる。ダウン。3回やったら、ここ5秒キープします。3回目で5秒キープしますよ。2。はい、ラスト、ここでキープ。1、2、3、4。はい、アップして。はい、ダウン。1、2。ここでキープ。1、2、3。しっかり伸ばして。ド、はい、アップ。はい、ダウン。1、2、はい、ダウンでキープ。1、手を広げない。3、4、はい、アップ。はい、ダウン。1、2、はい、もう一丁。1、2、3、4、はい、ラスト。1、2、はい、ダウン。1、2、3、4、
はい、オッケー。いいですね。手を上げることによって背中を使いながらお腹にも腹圧が入って下半身も使えるという、普通にスクワットするよりもかなり負荷が高くなりました。はい、では最後ですね、いつも通り3分トレーニングですね。3つのトレーニングを20秒ずつやって3セットを行います。はい、で今日は1つ目はですね、上に開いていただいて足を肩幅に開いていただきます。で、そのスカットをタッチしに行く、この横の動き使います。しっかり横にタッチ、タッチ、タッチ、これが1回目ですね。1つ目で、2つ目は肘をついていただいて両足を伸ばします。この状態から自分の方に曲げる、伸ばして曲げる、伸ばして曲げる、伸ばして曲げるって繰り返します。で、最後はちょっとステップします。今日はちょっと下の階の方が気になる人は高く飛ぶ必要はないので立っていただいて、この状態で頭の後ろに手を回します。で、このまま手を下げるのと一緒に足を開きます。こんな感じです。で、戻す。これは早くやります。そう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 、タカさんいいですね。これを、20秒を3つやったらそれを3回繰り返してる感じでやっていきますので、ちょっと皆さん頑張ってやっていきましょう。大丈夫そうですか？ OK、 ありがとうございます。ではできる範囲で取り組んでいただいて構いませんので頑張っていきましょう。では準備仰向けから5秒前、もう1回いきましょう。5秒前、2、1、アイタッチ、5、横の腹筋使いますよ。1、1、1、体をずっと起こして1、1、ふう、よいしょ、タッチ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 、はい、体を起こして足を曲げて伸ばす、一回止める、下腹部使います。しっかりギリギリまで伸ばして、止める。止める。ふう。ふう。はい、いいですね。はい、立ち上がって。いいね。いいね。1、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 
はい、ラスト。はい、
ちょっとクールダウンしていきましょう。では足を伸ばしましょう。足長座にします。はい、両手を後ろ横について、後ろに一回引きます。引いてから手を遠くに、体をちょっとこう倒すというよりは、胸を足に近づけるようなイメージで、ぐーっと伸ばしていきましょう。後ろですね、もも裏しっかり伸ばします。はい、OK。ではちょっと開脚をしましょう。足を広げて、よいしょ。で、つま先、左のつま先にかけて、右の手をぐーっと伸ばします。裏をしっかり伸ばして、はい、反対行きましょう。ぐーっと、右のつま先に向かって、左手をタッチしていきます。はい、OK。では、あぐらをかいて、かかとを自分の方に寄せましょう。で、肘で両方の太ももをこのように下に押さえます。この付け根の方ですね。股間に近いところが伸びてくると思います。はい、OK。ではちょっとお尻も伸ばしていきましょう。右足を伸ばして左足を乗せます。両手を後ろに一回ついていただいて、右のかかとをご重心の方に寄せます。で、後ろについた手を押さえながら一回お尻引きます。そうするとこのお尻がしっかり伸びてくると思います。伸び足りない人はまた右足を少し自分の方に寄せましょう。で、そのまま横に倒して、右手で肘をかけて、左手を遠くの方に寄せて、ぐーっと後ろの手を見ましょう。体をひねる感じですね。お尻と背中を伸ばしていきます。はい、反対いきます。左足伸ばして、右足乗せる。で、後ろに一度引いて、お尻を引きます。ここですね。お尻伸ばしますよ。そのまま横に倒して、肘を引っ掛けて、右横に行きます。はい、OK です。はい、お疲れ様でした。では皆さん音声をミュート解除ですね。お願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。大丈夫でしたか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いい感じでしたね。ちょっとステップとかも入れると全身運動になって、ちょっと違った、いつもとは違う刺激という形で入れてきましたので、短時間でパッとやると脂肪燃焼効果も結構ありますので、時間が長くなるとちょっとやっぱりダラダラしちゃったりとか、自分の半分ぐらいの力でやっちゃうとあんまり効率が逆に良くないんですよね。時間短くして
その自分の 100% に近い状態を出してあげると、より、まあ、エネルギー消費が上がってきますので、まあ、そういったところで今日は取り入れていきました。はい、まあ、こちらでも構わないですし、リクエストがあれば個別に連絡いただいても全然構いませんので、はい、また今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は以上になりますので、次もよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。